今日は前回に続いてまたトーン1曲丸々1曲をやってみたいと思います。今度は、本当に最初バギ目からトンナーシャーペあります。こう4人がどの席に座ろうかなっていうのは適当にチューン不動でこう適当に取ります。1枚で私シャー引いたんでトーン引いた人が場所を決めれます。まあちょっとここの席っていうことで、でなこの順にトンナーシャーペ、ナー引いた人こっち、シャーもともと私なんでこっち、ペイ引いた人こっち、こんな感じで、席を決めます。でじゃあよろしくお願いしますって言って、ちょっとジャンタク持ってないので手積みになるんですが、まあちょっとこの辺は適当に、まずはい積みます。でトーン引いた親の人がサイコロ振ります。2、6、10、3、7、11、4、8、12、5、9、6が出たんでこっちの人が親でスタートで、親がサイコロ振ります。5が出ました。2、6、10、3、7、11、4、8、12、5、9、5が出たんで5個区切って、ワンパイは 7×2 なんでここまでですね。この牌が最後です。ワンパイは 5×2、 ちょっとくっつけちゃいますか。 5×2 でこの牌が最後で、3番目がドラです。でこの先から親がハイパイ取っていきます。ちょっとまた前回と一緒でイメージ作りって結構大事だと思うんで、何かを覚えようとしたときに実際目で見るイメージ大事だと思ってるので、まあ、同じことの繰り返しですがまたやってみます。で前回忘れた臨上杯は下ろすと、こうちょっとポロポロこぼれるので臨上杯はで12杯ずつ取ったら親がちょんちょん、それで親が14個です。で私が取って13個、トイメンが取って13個、と上茶が取って13個で、親だけ14個なんで親が1枚切ってスタート。まあ前回と一緒に、まあ一緒な感じでちょっとやってみます。目で見たイメージ繰り返しますけど、目で見たイメージって何かを覚えようと思った時にかなり大事だと思うんで、一曲をやってみます。あと前回ちょっとミスが出たっていうのもあって、今回はミスしないようにちょっと気をつけながら打ってみます。川は 6×3、 ちょっと捨て牌川が汚いのだけはご了承ください。まあちょっと今回はこんな感じのイメージって大切だから、あ、また飛ばしましたね、ごめんなさい。どうしても話しながらやると、まあ、気づいてよかったです。私がテンパイ、単ピンドラ1でロー9ピンでテンパっています。まあ前回と一緒で上がるのが目的じゃないので出てもローンしませんし、自分で持ってきても積もうと
上がりはしません。単品ドラドラですね。さっき単品ドラ1って言ったんですけど、三蔵の次の牌数層が2枚入ってるので単矢をピンフドラドラ、ローキューピンでローピンで上がれば678191自牌を使わない単矢をっていう役がつきますが、キューピンが出てローンしたら19自牌使ってるんで単矢をはつかないです。ただ春ツ4つピンフはつくのでリーチをしなくても上がれるピンフドラドラと。ちょっと前回ミスったので今回はミスらないように順を飛ばしたりしないように気をつけながら打ちます。さすがに今回飛ばしたら取り直しだな。でとある一曲をこう目で見る麻雀ゲームの画面で見るんじゃなくて、まあ、これ本当はローンですね。ローンテレビ画面とマウスで見るんじゃなくてこう実際の牌を見ると、あとこう人の手を見ると、今ってまあちょっと余談になりますけど、今って麻雀を覚えようとすると難しいですよね。何か定期的に教室があるわけでもなく、いきなり雀荘みたいなはハードルが高すぎる。かといってやっぱり人間とやるゲームなので自分でやりたいと思っても一人ではできない、いろいろ、まあだからこう麻雀ゲームが普及したと。で、ワンパイ 7×2 なんでこの牌が最後ですね。まあ積もってきましたね。で、捨て牌は 6×3 と。で大体17杯18杯で、あ、また積もってきましたね。配定積もる。こんな感じで、まあ17から18杯積もるキルを繰り返して、で自分の手がテンパイの状態であればテンパイと発生して晒します。テンパイで、テンパイに至ってない人は脳天と発生して手を伏せます。脳天、こんな感じの流れです。今回は大丈夫、イメージが大事だと何度も繰り返しますが思っているので同じことをやってみました。今回はトン一曲の親を決めたり、席順を決めたりするところも撮ってみました。ありがとうございました。